はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。で、このチャンネルではですね、私が、毎日を目標に、1日1冊本を読んでですね、その内容をレビューするという内容になっています。で、ちょっと最近バタバタしててですね、必ずしも1日1冊読めてないんですけども、読んだ本は必ずここでレビューをしていこうというふうに考えています。で、今日は、この経済学的思考のセンスというタイトルの本をご紹介したいと思います。で、この本は2005年に発売されている本になります。で、内容はですね、この経済学っていう言葉が使われていますけれども、最近私がですね、金融であったりとか、株とか、投資とか資産形成とか、そういった内容を勉強してるんですけれども、その経済とかですね、とはちょっと違った意味です。で、特にその経済学的思考のセンスということで、その世の中で起きている現象に対してですね、その経済学の視点を持ってどのように捉えていけば、理解できるのかということを説明しています。で、サブタイトルでですね、ここにお金がない人を助けるにはっていうふうに書いてあるんですけども、ちょっとこれもですね、内容としてはあんまりバシッと合致しないというかですね、個人的に私が感銘を受けたいいなと思ったところとはちょっと違ったかなというふうに思います。で、この本の作りとしてはですね、ちょっと最初開いた1ページ目からそのまま読みますけれども、お金がない人を助けるにはどうしたらいいのですかと小学5年生が発したこの問いに経済学者はどう答えるだろうかと、つまり今私がちらっとお話したような、人のその、経済学的な行動原理とかですね、インセンティブの理論を使って、どういうふうに考えればいいかということを、説明してますと。で、この本の各章のタイトルにもなってるんですけども、例えば女性が背の高い男性を好む理由から、またオリンピックの国別メダル獲得数まで、私たちの周りには運や努力、能力によって生じるさまざまな格差や不平等があると。で、この本ではそれらを解消する方法を、人々の意思決定メカニズムに踏み込んで考えることによって経済学の本質を分かりやすく解き明かすというふうになっています。で、私としては意思決定メカニズムに踏み込んで考えるというところが、ポイントだったのかなというふうに思います。で、プロローグとしてですね、今言ったように小学5年生が問いをしたと、お金がない人を助けるにはどうすればいいんですかということで、なんか授業だったかな。で、質問してきた時に、答えた内容が最初プロローグで書いてあるんですけども、そこから展開してですね、社会保障の話であったりとか、人が会社で働くっていう時に、どういうインセンティブが働くかとかですね、またその社会保障として、そういった人たちを、どういうふうに支えていくか、でその支え方の難しさですね、例えば生活保護っていうシステムが日本にありますけれども、その生活保護っていうシステムももちろん悪用しようと思えば、どこかに、必ずその抜け道があってですね、悪用することは多分できると。でそれをあんまり厳しく取り締まってしまうと、実際本質的に、生活保護をするっていう、制度の良さ自体が失われてしまうし、逆に甘くしてしまうと生活保護を不正受給する人が増えるとかですね、そういった難しさ、例えばですけども、書いてあったりとか、導入としてはですね、要はその、人が暮らしている中で、その日々経済の中でですね、どういった、課題があって、それに対して、どういう解決策が試みられているかと。でその解決策の、つまみをいじる、アプローチを少し変えるとですね、人はどういうふうにそれに対して反応して、インセンティブを持って動くのか、意思決定メカニズムを持つのかということを、解説しています。で、今言ったようなプロローグの後に、第1章がいい男は結婚しているのか、で第2章が賞金とプロゴルファーのやる気、で第3章が年金未納は若者の逆襲である、で第4章が所得格差と再分配で、最後エピローグとして、所得が不平等なのは不幸なのかという内容になっています。なので、主にですね、ちょっといい1章のいい男は結婚しているかというところはちょっと、聞こえとしては変わって聞こえるんですけれども、要はですね、一般にそういうふうに言われるけれども、じゃあ実際にそうなのかということを検証しようというところから入って、で例えばもし本当に、いい男が先に結婚しているとしたら、どういう理由が考えられますかと。で、その理由が考えられるとしたら、本当に人はどういうリアクションを取るのか、つまり、その一つ、仮定を置くとですね、基本的にはその仮定に基づいて人が、行動を起こしていくっていうことを想定するわけですけれども、必ずその行動の、反対側にはですね、それを、抑えるというか、そのフィードバックして、別の行動を起こすような特性があります。それをその意思決定メカニズムっていうふうに言うんだと思うんですけども、そういったところですね、非常に丁寧に解説をしていて、もし仮にこういうふうだと仮定すると、こういうことが起きるだろうとするとどうだろうか、こういうことになりやしないだろうかと、だから今こういう仮説は間違っていて、
いい男は結婚しているとすると、じゃあ別の理由じゃないか、じゃあ次の理由に行ってみましょうと、まあ、こういうようなきっちりしたですね、論理的な思考体系にのっとって説明がされています。ここは非常にいいなと思いました。で、次の賞金とプロゴルファーのやる気というところですね、まあ、どういった内容かというと、まあ、これ必ずしもプロゴルファーに限らないんですけども、まあ、つまりですね、会社において給料をどういうふうに決めるかとか、まあ、プロゴルファーのトーナメントにおいて、まあ、1位の報酬を、例えば1位総取りにした方がいいのか、2位にも半分上げた方がいいのか、例えば2位はもう1位の、80% ぐらい、まあ、結構2位でももらえるようにした方がいいのか、まあ、そういうふうに報酬制度を設定したときに、じゃあ1位の人が飛び抜け優秀だったときに2位と3位はどういうリアクションをするか、また2位と3位が、1位と拮抗しているときにはどういうリアクションをするのか、まあ、こういったその意思決定メカニズムに基づいて、まあ、こういう組織であればこういうふうに報酬制度を設定した方がいいでしょうとか、まあ、そういった内容になってますね。これも非常に何ていうのかな、学ぶべき内容が多かったかなと、まあ、ある意味その競争原理の何ていうかな、置き方とかですね、まあ、そういったところについて説明されています。で、3章と4章、まあ、年金の未納問題であったりとか、まあ、所得格差と再分配というところはですね、まあ、もう少し具体的なその経済の、話に移っていて、まあ、その年金のシステムの、まあ、起こりと、まあ、その今抱えている問題点に対して、まあ、若者がどういうふうにリアクションしているかとかですね、例えばその賃金カットをしてみんなで痛みを分かち合った方がいいのか、人員整理、まあ、リストラをして、会社を整理した方がいいのか、まあ、そのどういった状況において人がどういった意思決定を好むかとか、まあ、そういった、まあ、よりもう少し経済学的なですね、内容を、まあ、3章4章では説明をしているというふうになります。はい、で結構ですね、中一個一個入っていくとちょっと細かい説明になってしまうっていうのと、あとはまあ今言ったようなその例をですね、まあ、全部紹介して、かなりどの例を読んでもですね、その、まあ、まさにその経済学的思考のセンスっていうところ、まあ、意思決定メカニズムっていうところだと思うんですけども、非常に勉強になる内容が多くて長くなりそうなので、ちょっと細かい説明はしませんが、今紹介したような4つの章に対して、まあ、いろいろな、まあ、トピックが取ってきてるんですけども、全てにおいて、まあ、今ご説明したような、まあ、考え方っていうのが適用されて、まあ、的確に説明されているという内容だと思います。で、エピローグからですね、まあ、その経済学的思考のセンスということを、まあ、改めてまとめているところがありましたので、そこを、まあ、最後ご紹介をしたいと思います。で、そのまま読みますけれども、本書では経済学的思考によって身近にあるさまざまな格差を考えてきた。例えばお金がない人を助ける上で一番難しいことは本当にお金に困っている人を見つけることだったと。で、それは、まあ、ちょっとちらっと言いましたけども、助けてもらえる制度の作り方によっては本当にお金に困っていない人が真面目に働くインセンティブを失って困ったふりをすることに原因があったと。で、経済学的思考の本質は人々のインセンティブという観点から物事を見直すという点にあると、まあ、まさにここに、まあ、私は感動したというかですね、勉強になったんですけども。で、所得格差を解消することの難しさは幸運、才能、努力といった格差の源泉について私たちが十分な情報を持っていないことから発生していると。十分な情報がないために困ったふりをする人が現れてしまい、本当に困った人を救えなくなってしまうと。で、経済学に不信感を持つ多くの人々の多くは金銭的なインセンティブに基づいて人間は行動しているわけではないと考えているのではないだろうかと。で、確かに人間の行動原理は金銭的インセンティブだけではないけれども、やっぱり金銭的インセンティブが全くないと考えるのは無理があると。で、これは本文中紹介されたんですけども、まあ、人は死亡時期でさえ金銭的インセンティブに影響されてコントロールしていると、まあ、これはそういう研究結果がちらっと紹介されたんですけども、まあ、人は、今死ぬか明日死ぬかによって、まあ、例えばじゃあ財産遺産が変わるとかですね、まあ、そういった状況になると実は、明日まで頑張って生きようとするということがまあ分かっているそうです。まあ、それぐらいその金銭的インセンティブっていうのは大きいんだということを言ってます。なので、賃金制度や社会保障制度を考える上で、まあ、金銭的インセンティブの存在を無視すると、まあ、人々がやる気をなくして多大な無駄を発生してしまうことになるということです。で、まあ、逆にその非金銭的インセンティブの存在を無視してしまうことも、まあ、無駄を生んでしまうので、まあ、その非金銭的インセンティブと金銭的インセンティブっていうのを、まあ、バランスよく、まあ、捉えてですね、人々の行動原理に、まあ、どのようにつながっているかを理解することが大事だということが、まあ、書かれています。
はい、でまあ、ちょっとあの具体的な内容の説明がなかったんですけれども、あの非常にその経済学的思考というものについてですね、実際に即していて、まあ、非常にあのバランスの取れたいい考え方だなと思いますので、自分自身もこういった経済学的思考のセンスっていうのを、まあ、もう少し身につけてですね、あの特にやっぱりそのインセンティブっていうところですね、あの単純に、人々が行動してるわけではなくて、ちゃんとそのまあ、行動心理学とかですね、意思決定のメカニズムっていうのをまあ理解した上で、集団として捉えていくことが重要だなということを、まあ、あの理解をしました。はい、今日は以上です。